それ分かったら苦労せんわ思ってこちら思うんやけど、あの分からないで、それを分からないかために一生懸命聞くんですね。なんで一生懸命聞くかって、あの犯罪者の対象者には100人おったら100人ともみんな違うんですよ。だから100人通りの100通りの、 あの対応の仕方がやっぱり必要だと思うんですよ。それが例えば母子家庭であったり何々家庭であったり裕福な家庭であったり、そんな関係ないんですよ。保護者の一番大事なのは一生懸命相手の、 あの話を聞くことが大事です。そうですね、今はとても厳しいですよね。まあ罪を犯してなくても仕事が減ったりとかから亡くなったりっていう人が多いので、認められる世の中が必要なんじゃないかな。朝の挨拶運動とかをやってますが、そこで、挨拶をすると挨拶が返ってくる、また笑顔がこう返ってくるとかいう時は、あ、よかったなと思います。そうですね、例えば、まあ、少年院に入ってて、まあ、そこから出て再出発をしていこうという人とか、まあ、学校に行きたくても行けない、教室に場所がないとか、まあ、そういった少年たちに寄り添う、そういうボランティア活動です。少年院にいてる人たちの中には自分の誕生日を祝ってもらったことがない人とか、誰かにこう自分が主役で祝ってもらうとか、まあ、そういったこう雰囲気のこう過程を経験してない人もてますし、で、まあ、BBS としてできることは、その毎月誕生月カードを少年院に送ってます。7月が豊中の、もう全国もそうですかね、あの社会を明るくする運動の、まあ、協調月間といいますか、1ヶ月間通しで、その中で厚生保護協会は刑務所作業製品の販売を行っております。これはあの刑務所の人たちが作った製品を、まあ、売るんですけども、でそのお金をですね、助成金に使わせてもらってます。社名運動、社会を明るくする運動というのが一番大きな運動 の、 あの啓発活動の象徴的なものになっているんです。で社会を明るくする運動の中に、あの駅頭啓発であったり、あの役所の方の協力を得ながら、あの宣伝活動とか周知活動させてもらったり、あと学校等の協力を得ながら、またあのいろんな団体さんの協力を得ながら対話集会、各学校で中学校小学校で対話集会というのをやってるんです。啓発活動は結構やってます。協力事業所の事業主会とかは、まあ、犯罪を犯した人を雇ってですね、立ち直り協力してますけども、どうしても一旦社会に出ると、あの立ち直ろうと思っても、皆さんの世間の皆さんの目は犯罪者というね、目で見る場合は あるんですよね。これをなんとかねなくしたいというのはもう大きな夢ですね。協力主は出所者でも構わないよと、いろいろあの社会的にマイナスを負ってる人たちをあの社内的に、雇い入れて、で彼らの構成を助けるというのが一応あの協力雇用主の考え方です。当社としたらあの社会的な事業、例えば電気工事なんで、あの盆踊りであるとか、そういうふうなところへの協力とか、そういうふうなのを今心がけています。で厚生保護っていうと難しいみたいですが、そんなに
堅苦しく考えないで普通の生活で挨拶するような感じでやっていただけたらいいんかなと思います。こう人がこう追い込まれないような社会がいいなと思ってて、まあ、それをするためにこう自分たちがどうしていけるかなっていうのを考える、まあ、そういう機会になったらいいなというふうに思います、はい。豊中市には本日ご紹介したように更生保護の活動に取り組まれている多くの方がいらっしゃいます。今年で第71回を迎える社会を明るくする運動、7月からまたスタートします。毎年たくさんの市民の方、そして団体の方にご参加いただいて、皆さんの強い眼差し、そして熱い思いによって社会を明るくする運動を盛り上げていただいています。安全で安心して暮らせる地域社会づくり、豊中の街づくり、今年もたくさんの皆さんのお力を寄せていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。